自分はダメな人間だというのは、自分は自分を幸せにすることができないということです。私は自分を幸せにすることができないと思っていると、誰か私を幸せにしてくださいと求めるようになります。自分はダメだと否定することで、自分を傷つけることになります。すると、傷ついた心を癒してほしいと他人に求めるようになります。自己評価の低い人の周りには、自分と同じように自己評価の低い人が集まってきます。お互いが、この人なら私のことを理解してくれるかもしれない。この人ならダメな私を成長させてくれるかもしれないと引き寄せられます。自分はダメだと思っている人たちが集まったグループでは、みんなが私を幸せにしてくださいと相手に求めます。自分が与えてもらいたいという人ばかりで、自分から与えようと思う人はいません。そのような人間関係では必ず問題が発生します。私たちは自分の期待が裏切られると怒りが湧き上がってくるようにできています。他人に多くを望めば望むほど自分の思い通りにいかないことが多くなり、イライラすることが多くなります。他人に期待すればするほど、こうしてくれると思っていたのにしてくれなかった。普通こうしてくれるでしょう。〇〇さんは非常識だわ。あの人はちょっと人間としておかしいわ。と怒りが湧き上がり、ギスギスとした関係になってきます。自分はダメだと思っていると、自分を成長させるための努力をすることができなくなります。なぜなら、ダメな自分がどれだけ頑張っても成長することはないと思っているからです。どうせ無理だから、初めから何もしない方がいい、無駄な努力はしない方がいいとなり、誰かこんな私を満たしてくださいと他人に求めるようになります。自分のための努力をしなければ、自分を成長させることはできません。成長しないというのは、ずっと同じままの自分でいるということです。すると、今日の自分は昨日と同じようにダメな自分だし、明日も明後日も、1年後も2年後も、今と同じようなダメな自分であり続けるだろうという嫌な予感を抱くようになります。私たちは同じ状態が長く続くと退屈になります。すると、何か面白いことはないかな、何か楽しいことはないかな、と刺激を求めるようになります。自分を成長させるための努力をするのは面倒くさい。でも、それじゃつまらないから、何か暇を潰せることがしたい、と思っている人が、手っ取り早く自分を満足させる方法として、よく採用するのは他人の悪口を言うことです。あいつは本当にバカなやつだ。あいつは本当にダメなやつだということで、あいつより俺の方が上だという優越感を感じることができます。自分が成長していないという不満を自分を成長させる努力をして解消するのではなく、俺はあいつより優れていると情報操作することで解消しているということです。そのような人はどれだけ他人の悪口を言っても本当の意味で自分を満たすことはできません。なぜなら、どれだけあいつより俺の方が偉い、あいつより俺の方がマシだと自分に言い聞かせても、自分が全く成長しないことを知っているからです。自己評価が低い人は、自分の周りにいる人たちの成長を喜ぶことができません。なぜなら、相手が成長すると、ますます成長していない自分を際立って感じてしまうからです。あいつは変わり始めている。でも、俺は全く変わっていない。と焦り出します。あいつが成長すると、俺の劣等感が刺激されてしまう。でも、俺は劣等感を克服するための努力はしたくない。という人は、相手の足を引っ張るようになります。相手の成長の邪魔をすることで、ダメなのは自分一人ではない。と安心することができます。そのような人は、お前、頭がおかしくなったんじゃないか。そんなことをしても無駄だよ。どうせ無理だからやめた方がいいよ。と必死になって、相手を自分の位置まで引きずり下ろそうとします。自己評価の低い人たちが集まると、お互いが足を引っ張るようになります。ちょっとでも
相手が自分より上に行こうとすると、そんなことをしてはいけませんよと牽制せずにはいられなくなります。誰かが新しいことを始めると、その服似合ってないよ、そのメイクちょっとおかしいよ、今まで通りでいた方がいいよと潰しにかかります。一人だけおしゃれになってはいけませんよ、一人だけモテようと思ってはいけませんよ、一人だけ目立ってはいけませんよと押さえつけずにはいられなくなります。自己評価の低い人が自分を成長させたいと頑張り始めると、必ず周りから邪魔をされるようになります。自分はダメだと思っていた人が、これからは自分を肯定して自己評価を高めていこうと努力を始めると、必ず周囲から足を引っ張られることになります。自分を成長させたいという気持ちが強くなればなるほど、成長意欲がない人たちと一緒にいることが、苦痛になっていきます。自分を肯定したいと思っているのに、周りの人たちが自己否定ばかりしていると居心地が悪くなります。自分を大切にしたいという気持ちが強くなればなるほど、自分を存在に扱ってくる人に対して怒りを感じるようになります。自分の好き嫌いに従って生きていこうという気持ちが強くなればなるほど、自分だけ楽しんではいけませんよ、みんなも我慢しているんだから、あなたも我慢しなさいという強要に耐えることができなくなります。あなたは自分を成長させたい、自分を大切にしたい、自分を幸せにしたいという気持ちを持つことで、こういう人たちと付き合っていていいのだろうかと疑問を感じるようになります。あなたが変わっていくことで、全く変わらない人と一緒にいることが苦痛になってきます。あなたがどれだけ他人をバカにしたって自分が成長することはない。私は自分を幸せにするために時間とエネルギーを使うんだと頑張り始めると、相変わらず他人を批判することでしか自分の心を落ち着かせることができない人と一緒にいることが辛くなってきます。そんな時あなたは相手から距離を取りたくなります。それまで一緒にいた人から離れることを考えたら、罪悪感が湧き上がってくるかもしれません。しかし、あなたが自分を成長させたいと思っているのなら、そのような人と付き合うべきではありません。あなたが付き合うべき人は、あなたの志を肯定してくれる人、あなたの成長を喜んでくれる人、あなたの未来を応援してくれる人です。あなたが成長すれば、付き合う人が変わるのも当然のことです。あなたの人生の責任を負うのは、あなた自身です。あなたを幸せにするのは、あなたの責任です。相手は、あなたが不幸になった時の責任を負うことができません。だから、あなたは自分の幸せを邪魔してくる人とは、きっぱりと別れてもいい、ということを忘れないでほしいと思います。